上岡は脳の中脳外にある優体の構造である。上、丘ニューロンは視覚、聴覚、体制感覚刺激に応答する。二つの上岡は視床のもとに位置し、脊椎動物の中脳では消化体の周辺に位置する。上岡は肝脳の噴がは中脳中心回白質の背側下級の直上に位置する。下級と上、丘を合わせて、 四球体と呼ぶ。人間の上丘はサッカード眼球運動や目と頭の協調に関与している。上、丘への急進性繊維は大脳皮質、下球、網膜、規定核、脊髄から始まる。遠心性繊維は防生中強毛様体、脊髄、他の部位へ到達する。人間を含む多くの脊髄動物では中脳へ伝達された感覚情報はを経て、 大脳皮質で処理を受ける。しかしながら、上岡は、皮質の関与を伴わずに、眼球運動に関与することがある。上岡の内視覚情報を受け取るのは戦争のみであり、真相は、聴覚、体制感覚の入力を受け取り、脳の多くの感覚運動量やとの神経接続を持つ。上岡は、全体としては、頭部や眼球を、死対象 超対小の方へ向ける役割がある。霊長類の上岡は哺乳類の中では得意であると考えられている。これは反対側の視野の完全なマップが含まれていないためである。その代わりに視覚皮質と外側質状態と同じように左右の上岡はそれぞれ反対側の視野の半分を表彰しており、同側でも視野の半分は表彰していない。 このような機能的特性は、霊長類には、耳側の網膜神経節細胞と、反対側の上、丘との解剖学的結合が存在しないことから、説明される。他の哺乳類では、すべての網膜神経節細胞は、反対側の上丘に投射する。霊長類と比霊長類のこのような際は、オーストラリアの神経科学者 EN。 ジャック・ペタグルが1986年に提案した EN フライングプライメイツセオリーの根拠となっている。彼は、オオコウモリの網膜と上、丘との解剖学的結合が霊長類にもそれと類似していることから、この説を提案した。コウモリア目の上丘は、反響定位形を構成する超音波の発音と耳の運動に影響するとされる。 非保乳類の脊椎動物で対応する中脳の領域はシフタと呼ばれる。両生類、爬虫類、魚類ではシフタは最大の視覚情報処理領域である。しかしながらその機能はほとんどわかっていない。シフタは捕食者、獲物の弁別に必要であり、逃避行動や捕食行動に関連するとされる。他方でより複雑な脊椎動物では 視覚において上、丘が果たす役割は、より少なくなっている。二色ヘビ科やマムシア科のように、赤外線での視覚が可能なヘビでは、はじめの神経入力には視神経ではなく、三叉神経が用いられる。その後の視覚処理経路は、通常の視角と類似しており、上、丘が関与する。ありがとうございます。